求めて集まり、歓喜にあふれる声が響き渡っていた。そして再びこの地は地底博物館太陽金山としてよみがえり、皆様をお迎えしています。校内の観光コースは約1キロ、9つのエリアに分かれています。重要な役目、それは仕事の終わった校夫たちが金や銀は主任刑事採掘工と呼ばれています。校内で使われる空気は全てこのエアコンプレッサーから送られています。
ここに着いた途端、踊り上がって、石上に文字落ち、しっかり引っ付いてしもたけな。それから、この石は、タイが生まれ変わった石として、タイの石と言われるようになり、本は願掛け貝の姿に伏せてください。願い事があれば、その心拍に念じて発すると、いつか必ず叶うじゃろう。太陽の地名と、トンチンザル。行動を進むトロリー電車。